できない壁にぶち当たったときに、自分を責めてしまった経験のある方、どれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。その時どんな気持ちでしたか？今日は、皆さんの中にある、障害、欠陥、弱点という言葉に対してのイメージ、そして、あなたの中のできないことに対しての思い込みを、もっと、ワクワクさせられるようなものに変えていけるようなお話をしたいと思います。私は最初皆さんにできない壁に打ち当たったことがありますかとお聞きしました。私は高校生の時、毎日そのできない壁にぶち当たっていたんです。学校を想像してみてください。学校には守らないといけない最低限のルールがありますよね。私の理想はこうでした。朝、時間通りに登校をする。宿題をなくさずに期限までに出す。授業を寝ないで最後まで聞く。いやいや、そんなの当たり前じゃん。思われる方いらっしゃると思います。もしかしたら全員思ってると思います。私も思ってたんです。でも、私はこの当たり前だとされていることが、ものすごくハードルが高かったんです。現実はこうでした。8時半までに登校しないといけないのに、8時からシャワーを浴び始めて、出先に携帯がないことに気づいて、携帯を探しているうちに8時半になってしまいます。遅刻をして、着席をして初めて気づくんです。その日は単元テストだったことに。そして、テスト中に寝てしまうんです。これが私の現実でした。みんなと私はちょっと違うのかな。みんなよりもできないことが多いのかな。そんな私は怒っているんじゃないのかな。またできなかった。私は自分を責め続けていました。とうとう自分で自分を支えきれなくなったある日、私は母に相談しました。母は、もしかしたら得意なことと苦手なことがはっきり分かるかもしれないから病院に行こう。そこで私はある診断を受けるんです。ADHD 知っているよという方はどれくらいいらっしゃいますか？あちらほらですね。ありがとうございます。日本語で言うと注意欠如多動性障害と言われています。具体的に言うと、これは発達障害の一種で、先天性で脳の機能的な障害だと言われています。歩けないとか目が見えないとか物理的な障害とは違くて、脳の中の障害なんですね。具体的に3つ特性があります。1つ目、不注意。2つ目、多動性。3つ目、衝動性。でもこの特性は人によって困難の出方が違うんです。私の場合は特に不注意と衝動性に困難が現れていたみたいです。ものすごく納得したんです。私は時間と物の管理、注意を持続させること、計画通りに行動することが苦手でした。先ほど言った遅刻をする、宿題をなくしてしまう、授業中寝てしまう、そのことは私のせいではなかった。 ADHD の特性だったからそうなっていたんだ。納得したんです。でも診断を受けても私の現実が変わるわけではありませんでした。私は周囲と比べて
できない自分を受け入れたくなかったんです。認めたくなかったんです。現実を直視したくありませんでした。大学生になって今まで見えていなかった困難が見えてきました。今までは不注意の特性が大きく困難に現れていました。でも親元を離れて一人暮らしを始めたことで自分の行動をコントロールできなかったんです。衝動的に行動してしまう自分をコントロールできなかったんです。例を出します。大学2年生になった春のことでした。私は5月の末にある講演会を企画していたんです。でも5月になっても私はその集客や宣伝を始められていませんでした。やらないといけないことは頭の中で分かってはいるんです。5月になって私は友達と話していました。ねえねえ、講演会がさーってさーでも準備始められてないんだよね。そうなんだ。あ、そういえばさ、こんなことしたら楽しいんじゃない？一緒にみんなの前で踊るフラッシュモブやってみようよ。なんとその勢いのままに私はその状況でフラッシュモブの企画を始めてしまったんです。その瞬間は講演会のことは頭から消えていました。2日後にようやく自分がした行動に気づくんです。あ、私また自分の衝動をコントロールできていなかった。高校生の時はいくら遅刻してもいくら宿題を託してしまっても授業中寝ても自分に迷惑がかかるだけでした。でも今回は違います。みんなを巻き込んでしまうんです。自分の苦手なことで周りに迷惑をかけているんじゃないか。社会人としての基本である時間の管理、行動の管理、物の管理をできない私は社会から置いていかれた人なんじゃないか。私は自分に迷惑をかける人に迷惑をかける自分は無価値だと思い込んでいました。もういっそのこと生きてはいたいけど私の特性から離れたい、私を辞めたい、ずっとそんな風に思っていたんです。でもそんな私を変えてくれる出来事がありました。あるご縁がきっかけでアメリカノースカロライナ州にある自閉症の方だけが来るキャンプに3ヶ月間ボランティアとして参加することになったんです。スタッフとして働いている間1週間だけ18歳の自閉症の男の子マイケルと1対1で過ごす時間をもらいました。私はこの1週間の中である3つの大事な気づきをマイケルにもらうんです。マイケルとはとってもすごく楽しく過ごしました。でもマイケルは言葉を話すことができませんでした。今皆さんは言葉が話せないと聞いてどんなイメージを持たれましたか？私はマイケル言葉が話せないんだったらコミュニケーション取れないんじゃないのかな。彼に出会うまではそう思っていたんです。でもマイケルは違いました。1つ目の気づき、マイケルは言葉は話せないけどタイプライターで自分の気持ちを表現することができたんです。合わせて手話でも私の問いかけに対して応答することができました。言葉を発しないマイケルからこんな声が聞こえてくるんです。僕は幸せだよ、次のアクティビティが楽しみだよ。衝撃的でした。だって私は言葉が話せないからコミュニケーション取れないと思っていたんです。でもマイケルにはしっかり感じていることがありました。私はたまたまコミュニケーションを取るときにこうして言葉を発しています。言葉を取るという手段を取っています。でもマイケルはただ言葉を発するという手段ではなくタイプライターとしては、そしてマイケルはスキップと豊かな表情でも表現をしてくれました。表現が違うわけだったんです。ご飯の時マイケルはフォークを上手に使うことができませんでした。でも食べられないわけじゃなかったんです。私たちはフォークを上手に使うことができます。だからたまたま私たちはフォークユーザーであって、じゃあマイケルは掴んで食べることができたんですね。英語で掴むはグラブと言います。だからマイケルはグラバーなんです。マイケルは私にNot less different、 何かができないっていうことは劣っていることとは全く違うんだよっていうことを教えてくれました。2つ目の気づき、じゃあ表現の方法が違うだけじゃそれだけじゃ障害になりえないんじゃないのかな。
そんな仮説を立てたんです。事実としてマイケルはそのキャンプの中で一切の障害にぶち当たらなかったんです。だってご飯も食べられるし自分の気持ちも表現できるんです。じゃあなんでマイケルが社会に出た時にそれが障害になってしまうのか、マイケルが障害者とくくられてしまうのか、そんな風に考えてマイケルと過ごしているとあることに気づきました。私はコミュニケーションはこう取るべきだ、ご飯を食べるときはこうするべきだ、こうでなくちゃいけない、こうであるべきだっていう思い込みをしていたんですね。もしかしたらマイケルにとっては話せないこと、フォークを使えないことが障害なんではなくって、できないということが障害なんではなくって、私がしていたその思い込みこそがマイケルにとって本当の困難になっているんじゃないかな、そう思ったんです。もう少し言うと、社会の中で大多数の人が取っている手段を取っていないからあなたは普通じゃない、私とは違うからあなたは障害者だ、異常だ、そんな目が、そんな考え方が、そんな誰かの思い込みがマイケルにとって生きにくい世の中を作っていて、その世の中、環境こそがマイケルにとっての本当の障害になっているんじゃないのかなって、そう考えさせられました。3つ目の気づきです。私はマイケルと過ごしている中で一切の判断をしませんでした。っていうのはキャンプの中ではマイケルが何ができるか何ができないかっていうのは全く問題じゃなかったんです。じゃあ何が大事だったか、マイケルがその時どうしたら楽しめるのか、それができるようにするためにはどうしたらいいのか、私には何ができるのかをどんどん発想して実践していくことこそが大事だったんです。次第にそのマイケルの行為が自分を満たしていくことに気づきます。1週間終わって思いました。私もしかしたらこのマイケルの発想の仕方を今まで自分自身に対して向けていなかったんじゃないかな。逆の言い方をすると、私は自分自身に対してこうあるべきだ、そうするべきだ、そんな決めつけをしていたんじゃないのかなって思ったんです。もしかしたら私はこういう形をしているかもしれません。自分で書いたんですけど、ちょっとオーストラリア大陸みたいになっちゃいました。あまり絵は得意じゃないんですけど、私はキャンプに行く前までこの四角い社会の枠に自分を当てはめようとしていたんです。でも当てはめようとするとやっぱりはみ出ているところが出てくるんです。私はその自分のはみ出ているところを責め続けていました。でも大事だったのは、本当は自分を社会の枠に当てはめようとすることではなくって、まず自分自身の優しい枠で自分丸ごと囲ってあげることだったみたいです。私はたまたまキャンプという環境に行ってマイケルに出会って自分自身の考え方を変えることができました。でも社会を見てみた時に、きっと私みたいな境遇にいて苦しんでいる人はいっぱいいると思うんです。今もきっと自分のことを責め続けているかもしれないんです。皆さんはどう思われましたか？生きている限り自分からは逃れられない。だったら私はもっと自分のことを受け止めて自分の生かし方を知っていきたい、そう思いました。この数字、皆さんは何を表しているか知っていますか？この数字は学習面または行動面どちらかに困難がある児童生徒の数だと言われています。例えば40人1クラスだとするとおよそ3人はいる計算になります。決して少なくないと思います。そして 3.6% が行動面で著しい困難を示すと言われています。でもその子どもたちの半数が授業中もしくは学校で必要な支援を受けられていないんです。私は子どもたちはただ学校が提供する学びの方法にマッチしていないだけだと思うんです。マッチしていないことは決して悪いことじゃありません。マッチしていないことが劣っているとか
欠陥だとかそういうわけじゃないと思うんです。もしこの子たちがマイケルがしていたような大多数の人が取る手段じゃない方法を取っていたとして、その手段を受け入れてくれる受け皿が社会の中にあったら、その人たちの生きにくさっていうのは解消していけるんだと思っています。ちょっと例を出します。皆さん、メガネかけられていますか？メガネとかコンタクトレンズしているよっていう方はどれくらいいらっしゃいます？結構いらっしゃいます。私も今コンタクトレンズしているんですけど、じゃあ今日からそのメガネとコンタクトレンズなくして生活してください、そう言われたらどうですか？多分多少なりとも生活の中で生きにくさを感じると思います。私が作りたい受け皿っていうのはこのメガネのようなものなんです。目に見えない障害のある人にとって、苦手なことが多い人にとって、このメガネみたいな自分のちょっと人とは違う形をしている部分を受け入れてくれるメガネみたいな受け皿があったら、きっともっと楽になるんじゃないかな、そんな風に考えているんです。私は社会にそういう受け皿を作っていきたいと思っています。子どもたちが自分の学びやすい方法で自己肯定感を育んでいけるような場所を作っていきたいと思っているんです。でも社会を変えていくためには、まずは個人の考え方を変えていくことが必要です。だから今日私はここに立っています。私は最初皆さんに、あなたの中のできないことへの思い込みをもっとワクワクしたものに変えたいと言いました。大事なのは、まずできないことにぶち当たった時、それを責めることでも嘆くことでもありません、悲しむことでもありません。まずはそれを知ることです。自分の形を知ることが大事なんです。私は社会の奥に自分を当てはめようとしていました。完璧になりたくて自分の形を変えようとしていたんです。はみ出た部分は欠陥だったか、違う、マイケルが教えてくれました。このはみ出た部分はたまたま学校が提供した枠、社会が提供している枠に合っていなかっただけで、決して悪いことではありません。劣っているところではありません。一人でバランスを取らなくていいと私は思っています。もしかしたら学校では苦手な教科頑張れよ、バランス取れよ、全部自分でできるようになれよ、そんな風に言われるかもしれません。でも今皆さん社会に出てどうですか？必ずしも社会に出たらそうじゃないと思っています。自分のへこんでいるところは誰かの得意なところを受け止めてあげられるような、伸ばしてあげられるような要素になるかもしれないし、自分のはみ出ていたところ、私が高校の時大学の時はみ出している、できないところだと言って責め続けていたところは、もしかしたらこの部分がへこんでいる人を支えてあげられる要素になるかもしれないんです。自分の苦手なところ、得意なところは両方とも誰かとつながるパイプになり得るんです。そして自分の弱みを知っていることこそ強みなんです。そしたら皆さんにはもう強みしかなくないですか？苦手なところも得意なところも誰かとつながるパイプで、弱みを知ることこそ強み。そんなこと考えてきたらちょっとワクワクしてきませんか？ぜひこの考え方をまずは自分自身に対してやってみてほしいんです。そして必ずきっとあなたの前に現れます。昔の私みたいにできないことにぶち当たって自分を責めている人が現れるはずです。その時に私が今話した内容をぜひ思い出してください。そしてその人に言ってあげてください。大丈夫、あなたはあなたのままでいいんだよ、自分の形を変えようとしなくていいんだよ、まずはあなたの形を一緒に知っていこう。ありがとうございました。